はい、マニー正式7月28日参戦決定です。マニー、could you please say something right? 皆さんこんばんは。 Good evening everyone. Thank you for inviting me here tonight. And finally next month I'm going to fight here in Japan. And I hope that everybody will going to watch the fight.皆さんこんにちは、今日はここに呼んでいただいてありがとうございます。そして、ついに今まで言ってきたんですけれども、この舞台で戦うことが決まりました。でこれから対戦相手が、言われます。 Thank you everyone and thank you for the Ryzen Sakibara-san, thank you very much And to all the fans, please come and watch this July 28th fight. It's going to be a good fight and a lot of action. Thanks. 榊原さん、RIZIN の皆様、本当に、ありがとうございます。皆さん、4月28日の試合は、ぜひご来場していただいて、素晴らしい戦いを、見てもらいたいです。はい、マニー、7月28日、よろしくお願いします。Thank you. で、マニー、今日、対戦相手が、来てます。今ここであなたの対戦相手を発表します。マニー・パッキャオ VS 鈴木千尋決定です。で、詳細詳しくは明日会見を2人参加してもらって記者会見をやりますので、そこでまた皆さん詳細聞いていただいて、ワクワクドキドキをですね、膨らませていただけたらと思います。じゃあ千尋、一言挨拶をお願いします。リスペクトを持って1ラウンドで KO します。よろしくお願いします。I will do my best this guy to see what boxing is. I will let him know thatBoxing is harder than the MMA fight. ベストを作って、この選手にボクシングというものを教えてあげたいと思います。ボクシングは思ってるほど簡単ではないです。まあ、いずれにしても本当に世界のレジェンドが日本でライジンで見られる。パッキャオは本当にまだ無名だった頃に後楽園ホールで1試合だけ日本で試合したことがあります。その後も ずっと、まあ、多分アジアの中では一番最も有名なスター選手、あらゆるスポーツの中で世界中がリスペクトするスター選手がこのライジンに出場するってことはすごく意味のあることだと思いますし、生パッキャオの試合を千尋相手に、なんかやらかしそうですよね、千尋。どうですか？そういう意味ではフェザー級、ライジンフェザー級王者として、ノックアウトの王者としてリスペクトを持って本当に最高の試合をしてもらえたらと、そう思ってます。じゃあ皆さん7月28日ご期待ください。頂点同士の一戦が決定しました。伝説の拳か、稲妻の拳か、マニーパッキャオ VS 鈴木千尋の激突に皆様どうぞご期待ください。